車、オートバイ、自転車など私たちの生活に欠かせない乗り物、便利な一方、交通事故で命を落としたり怪我をしたりする人も後を絶ちません。この番組ではそんな交通事故を少しでも減らすために、市内の交通事故の状況や事故防止のために気をつけることなどを高橋警察署のこの方に伺ってきました。高橋警察署交通課長の吉永です。今回は交通事故防止のために歩行者の皆さん、ドライバーの皆さんに守っていただきたいことをお話ししますので、どうぞ最後までお付き合いください。高橋警察署では今年に入ってから10月末までに438件の交通事故が発生しています。そのうち人身事故が30件発生しています。残念ながらですね、2名の方が亡くなっている状況です。その人身事故を分析したところですね、国道313号、国道180号、高橋市街地での発生が目立ちます。まあ、要はですね、車の多い場所、交通量の多い場所での発生が多い感じですね。日暮れの早い秋から冬にかけての季節は例年交通事故が多く発生する傾向にありますので、特に気を引き締める必要があります。今回皆さんに特にご注意いただきたいことを2点お知らせします。まず1つ目は、歩行者や自転車利用者に向けて道路上で視覚的に目立つことの重要性についてです。薄暗い時間帯、つまり夜明けや夕暮れ、夜間は車のドライバーから歩行者が大変見えにくく重大な事故につながる危険があります。歩行者や自転車利用者の皆さんが自分自身を守っていただくためにもですね、白色など明るく目立つ服を着てほしいです。さらに夜光反射材を身につけて視覚的に目立つことで、ドライバーに自分の存在をアピールすることが事故防止に非常に有効と言えます。はい、着るものくらいでそんなに違うものなんでしょうか。ではこちらの映像をご覧ください。これは車内から横断歩道上の歩行者がどのように見えるかを比較した映像です。ちなみに車から歩行者は42メートルの位置で撮影しています。50キロで走る車は1秒間に約14メートル進むので、3秒で歩行者に到達することになります。また50キロの走行車両が止まれる距離は約24メートルとされていますので、歩行者の発見が遅れれば衝突してしまう危険があります。まず黒い服装の人がどのように見えるかを見ていただきましょう。こちらはロービームの映像です。ハイビームに切り替えてみます。はい、暗い中だと非常に見えにくくて危険ですね。そうなんですよ。では次に明るい服装に変えて見てみましょう。こちらはロービームの映像です。それでは次にハイビームに切り替えてみましょう。はい、服装の違いで見え方が全然違いますね。そうなんですよ。服の色を変えるだけで歩行者の見え方に違いが出ることを分かっていただけたと思います。冬場はですね、黒や茶色、暗い色のコートを着る方が多いと思います。歩行者の方からは車がよく見えるので自分自身のことも見えていると思いがちなんですけれど、実はドライバーからは歩行者のことはほとんど見えていません。これを理解して行動していただきたいと思います。より視認性を上げるために夜光反射材を身につけていただきたいと思います。タスキ状のものであったりとか、キーホルダータイプのもの、より目立つためにですね、発光するタイプなどいろいろと市販されていますので、ご自身のライフスタイルに合ったものを選んで無理なく使っていただきたいと思います。さらにもう一つ、道路を横断するときには手を上げるなどしてドライバーさんに渡りますよということをしっかりとアピールしていただきたいと思います。ドライバーの方に対してはいかがですか。はい、先ほどの映像で
ロービームとハイビームの視認性の違いを見ていただきました。ハイビームの方が遠くから歩行者の存在を確認することができます。ドライバーの皆さんは夜間に走行するときに対向車や交通状況に気をつけながらハイビームとロービームを使い分けていただきたいと思います。2つ目は信号機のない横断歩道での横断歩行者保護についてです。皆さん、横断歩道で歩行者が待っていたらきちんと止まっていますか？止まらないと交通違反になります。岡山県でも横断歩道上は歩行者優先という意識が少しずつ浸透しつつあります。一方で横断歩道で前の車が急に止まって追突しそうになった、逆に危ないんじゃないかという疑問を投げかけられたことがあります。その原因を考えてみると、やはり、その道路状況に応じた適正な速度で走れていないことと車間距離が短いことが原因ではなかったかと考えました。横断歩道を示す標識とかですね、道路上にひし形のダイヤマークっていうんですけど、こういった道路表示を見たことがあると思います。これを見逃さずに横断歩道があるよということをしっかりと認識していただいて、横断歩道の前ではすぐに止まれる体制を整えてほしいと思います。交通事故防止に特効薬はありません。大切なのは皆さんの緊張感と思いやりです。車は私たちにとって非常に日常的なものであり、気軽に移動できる便利な道具です。しかし1トンを超える鉄の塊です。ドライバーの操作一つで凶器にもなるということを忘れてはいけません。最後にお伝えしたいのは、交通事故を起こした人も被害に遭った人も非常に辛い思いをされるということです。一瞬で交通事故の当事者、その家族の人生が一変すると言っても過言ではありません。すべての道路利用者は緊張感と思いやりを持っていただき、安心安全な高橋ライフを送りましょう。今回は交通安全について高橋警察署交通課長の吉永さんにお話を伺いました。皆さん、夜道では目立つ服装で、信号のない横断歩道は歩行者優先、道路の利用で大切なのは緊張感と思いやり、これらのことをしっかり心に留めて、今日も安全運転よろしくお願いします。